形ポーンを見ましょう。エンタ。フォーケーポン、あとフォーケーポンビデオ、ポンハブじゃん。僕使ってましたよ、僕。絶対使った間違ってる。これすごい、すごいですよ。すごい。ほら、すごい。ほら、もう、ね。どうですか、iMac、最新版の。5K、そうですね。まあ、前回と変わった点がほぼディスプレイ性能だけという、まあ、マイナーアップデートっちゃマイナーアップデートなんですけど、まあ、映像クリエイターの人なんかからしたら、まあ、マストバイアイテムなんですけどね。まあ、4K 対応してるコンテンツっていうのがまあだんだんと出てくる中で、5K 対応してるっていうのは。ボーンハブとかね。ボーンハブとか。まあ、だいぶ違うんじゃないですかね。拡張性も割と高くてですね、同時期に出た Mac mini は今回、メモリも、グラフィックボードも足せないという仕様になってるんですけども、この iMac5K は、自分でカスタマイズが可能です。 CPU まで変えられます。まあ、ちょっとバックパネルのテープが特殊なので、まあ、それにコツはいるらしいんですけども、まあ、これはまだ全く改造しなくて、メモリは 16GB、GPU 性能も基本的には吊るしです。はい、5K いいんじゃないですか、ね。まあ、前回の iMac に比べてだいぶ薄くなって、ディスプレイの一番薄い部分は 1.7cm ぐらいで、すごく薄くなってます。まあ性能もそこそこということで、まあ、エンドユーザーは Mac Pro 買えばいいんじゃないですかね。まあ、僕ゴミ箱いらないんで買わないですけど。なるほど、こんな感じです。そんな感じですか。